翔くんの新ヘアスタイルに驚愕。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンがついに公開ファン必見。岸くんの愛されキャラ全開の新曲、ボン初披露。神宮寺くんのハンサムすぎるビジュアルに釘付けけ。日本のエンタメ界をリードするアイドルグループナンバーアンダーラインアイが最新楽曲、ボンを M ステで初披露するとのニュースにファンは大いに沸き立っています。この記事では、 その期待と興奮、そしてメンバーの個性あふれる姿にスポットを当ててみたいと思います。ファンの間で最も話題となっているのは、翔くんの新しいヘアスタイルです。翔くんの髪色やばい。それにめっちゃくちゃ色焼けてるといった声が多く、彼の新しいルックスに多くのファンが驚きと喜びを表しています。髪のメッシュがセクシーさを増し、さらにかっこよさが際立っています。 放送が始まると、SNS はすぐにファンの興奮と感動で溢れました。特にメンバーの翔くんの新しい髪色に対する反応は圧倒的でした。翔くんの髪色やばい。髪型変わってる。かっこいいやばい。など、彼の新しいスタイルに対する賞賛の声が次々と投稿されました。翔くんの髪は、メッシュが入ったスタイリッシュな色合いに変わり、彼の魅力を一層引き立てていました。 また、日焼けした肌が健康的で魅力的だと多くのファンがコメントしていました。日焼けしてかっこいい。髪色がメッシュっぽくなってて色、気ましてるわ、といった声が多く寄せられました。翔くんの変化は、ただの外見だけではなく、彼のアーティストとしての成長と挑戦の現れとも言えます。彼がどのようにしてこのスタイルを選び、何を意図しているのか、その背景には深いストーリーがあるのかもしれません。 次に注目したいのは、騎士くんの愛されキャラクターです。騎士くんの癖が可愛すぎる顔文字笑いというコメントが多く見られ、彼のユニークな個性がファンに愛されていることがわかります。騎士くんのアヒル口やハスハスという癖は彼のチャーミングな魅力の一部であり、ファンにとっての大きな喜びです。騎士くんのこのような癖やキャラクターは彼自身の自然な姿であり、 ファンとの距離を縮める大きな要因となっています。彼の笑顔や仕草は多くのファンにとって癒しとなり、日常の中での楽しみでもあります。神宮寺君んもまた、そのビジュアルで多くのファンを魅了しています。神宮寺君美女最高というコメントが示すように、彼のハンサムな外見は一目瞭然です。彼の低い声やスタイリッシュな外見は、ファンにとって一つのアイドル像の完成形とも言えます。 神宮寺くんの存在感は、ナンバーアンダーライン愛の中で重要な役割を果たしており、彼のパフォーマンスには、いつも高い期待が寄せられています。彼の声とダンスは、楽曲、ボンにおいてどのように新たな魅力を引き出すのか、非常に楽しみです。さらに、メンバー全員の衣装も大きな話題となりました。新しいミニアルバムのジャケット写真で見られた衣装を、そのまま着用してのパフォーマンスは、 ファンにとって特別な意味を持ちました。アルバムのジャケ者の衣装だ。このお衣装なのね楽しみすぎると衣装にも熱い視線が注がれました。新曲ボンの初披露に対する期待も高まりました。ファンはその瞬間を待ちわびており、SNS にはボン本当に楽しみすぎます。ボン初披露を楽しみにしてます。といった声が溢れました。 特にこの曲は翔くんがプロデュースした楽曲であるため、その期待度は一層高まりました。翔くんプロデュース楽曲、ボン、絶対やばいでしょう、という声も見られました。それぞれのメンバーの個性も注目されました。岸くんの独特な癖やアヒル口の可愛らしさについても多くのコメントが寄せられました。 キシ君の癖が可愛すぎる顔文字笑い、アヒル口、わらしょうかわいイガン君の癖だ、と彼の愛らしい一面がファンに愛されていることが伺えます。ファンの声からもわかるように、ボンへの期待は非常に高いです。ボン楽しみすぎます、という声が多く寄せられ、ファンは新曲のパフォーマンスを待ち望んでいます。ミニアルバムの衣装やジャケット写真も話題となり、 そのビジュアルがどのように楽曲に反映されるのかが注目されています。新曲、ボンはナンバーアンダーラインアイの新たな一歩を象徴するものであり、その初披露がどのようにファンに影響を与えるのか非常に興味深いです。ナンバーアンダーラインアイは常に新しい挑戦を続けるグループであり、その姿勢が多くのファンに支持されています。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンの初披露は ファンにとって待ちに待った瞬間です。翔くんの新しいヘアスタイル、騎士くんの愛されキャラクター、神宮寺くんのハンサムなビジュアルといった個々の魅力がどのように融合し、新たな楽曲に表現されるのかが非常に楽しみです。彼らの成長と挑戦は、常にファンに新しい驚きと喜びを提供しています。新曲、ボンはナンバーアンダーライン I の新たな一歩であり、 その未来に大きな期待が寄せられています。この記事を通じて、彼らの魅力と新曲への期待を感じていただければ幸いです。ナンバーアンダーライン I のメンバーそれぞれが持つ個性と魅力は、彼らのパフォーマンスを一層引き立てています。ファンの熱狂的な支持と期待に応えるため、彼らは常に進化し続けています。特に今回の新曲、ボンは、翔ウ君がプロデュースしたことで一層注目されています。 この先、ナンバーアンダーラインアイがどのような新しい魅力を見せてくれるのか、ファンの期待は高まるばかりです。彼らの次なるステージはどのようなものになるのでしょうか。そして、どのようにして彼らは日本のエンタメを世界に広めていくのでしょうか。新曲、ボンの初披露が近づく中、ファンは彼らの成長と変化を見守り続けています。あなたもナンバーアンダーラインアイのファンの一員として、 彼らの未来にどんな期待を寄せていますか次回のパフォーマンスではどんなサプライズが待っているのでしょうか彼らの音楽とパフォーマンスを通じて私たちはどんな新しい感動を体験できるのでしょうかナンバーアンダーライン愛の魅力に取り憑かれた私たちファンはこれからも彼らの一挙手一投足を見逃すことなく熱い応援を送り続けることでしょう。 そして、彼らと共に歩む未来にどんな展開が待っているのか、期待に胸を膨らませながら、その瞬間を楽しみにしています。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の新曲、ボンを楽しみにしている理由は何ですか彼らのパフォーマンスに期待することは何ですかぜひ、コメント欄であなたの意見を聞かせてください。